え、びっくりしたじゃんか。20日じゃね、焦ったよ一瞬。へえ、キビね、へえって思って、今日だったっけなって一瞬ちょっと焦った。違うね、20日だよね。はあ、びっくりした。あー、すいませんね、大きい声出しちゃった。いやー、焦った焦った一瞬。いやー、マジで焦るわ。かいゆめ、目と鼻がやばくてちょっとしょぼくれてます。まあそんな感じで、今日ね、さっき、さっきちょっと前に、そうそうそう、プレゼントをね、事務所に取りに行ってきまして、持って帰ってきました。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。もう次はまたいつ行くかちょっとわからないんであれなんですけど、結構皆さんお誕生日プレゼントを届けてくださって、もう来週お誕生日なので、そう、お手紙とかにもお誕生日のこととか、あと舞台のこととかも結構書いてくれてた人が多くて、そう、受け取れました、ありがとうございます。さっきまで、そう、さっきまで開封の儀をしてたんですよ、家に帰ってきて。そうで、帰ってきてすぐ開封の儀をして、プレゼントとお手紙と全部読みました、ありがとうございます。で、それが終わったから、ショールームをねしました。さっきご飯食べようかなとか思ったんやけど、さっきショールームしようと思って、ご飯食べたらどんどん遅くなっちゃうからさっきね、ショールームしてから、そうっていう感じかな。WBC、 あー、みんなそんなこと言ってたんか。私帰ってきてさ、帰ってきて買い物行って、そのまま開封の儀してたから、テレビなんてつけてないから、帰ってきてずっとテレビつけてないから全然知らないし、見てなかったわ。ごめん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 みんなはそれを見てるんか。大谷選手のことは知ってるよ、もちろん有名人、もちろん存じ上げております。海外でも日本でも有名人、うん、え、大谷選手の嫌いな食べ物トマトなんだって。一緒じゃん、うちと。ほら、大物選手もトマト嫌いだって。じゃあ許されるっしょ、別にそう、次に劇場出るのいつだって。今んとこな、予定ないです。私出る予定ないです、今んとこ。なんだろうな、出るメンバー決まってる中で言ったら、私は今んとこ出る予定ないです。甘いものが大好物ですって。私にそっくりじゃん。うわー、この月とすっぽんの感じ、
嫌いなものがさ一緒で好きなものも一緒なのにさ、やっぱ月とすっぽんだね。うん、私は目も耳もいいなちゃんに過ごしてたありがとう。トマト嫌いな人割と多いよね。あ、そうなんや、知らん。そのトマト嫌いな人累計取ったことないけど、でも確かにメンバーもね嫌いだったメンバー多かったかも。でも食べれるようには割となったか、なんかそんな感じの話はしてたけど、分かんないけど。明日の試合日本が勝ちそうだ。あ、そうなの？未来じゃん、明日って。でもさよならなんちゃらもあるからね。あ、トマト苦手だって。あら、結構え、ゆうなさんもトマト嫌いなんですか？え、初めて知った。そうなんや。そうやね、大谷選手はピッチャーとバッターの二刀流っていうの知ってる。よくニュースとか、なんかあと TikTok とかにもよく流れてくる。なんかそう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 、大谷選手と誕生日だけ一緒なの誇りですだってわかる、嬉しいよねそういうのね。めっちゃおもちゃ、めっちゃおもちゃ。あ、進んで食べようと思わないトマト。あーね、確かに。大谷選手もスラムダンク読んでるってインタビューで言ってた。マジで？やったー。でもスラムダンク並み来ちゃってるからさ。え、なんかさ、今度のさ50万枚限定のさ映画の今度の特典がスラムダンク横断幕なの。いろんなみっちゃんの横断幕だったり山王の横断幕だったりで、スラムダンクってなって、なんかそのシールなんですよ。あのステッカー良くない？みっちゃん、もう私ほんとみっちゃん応援隊大好きだからさ。みっちゃんなんだっけ、みっちゃん最高だったっけな、書いてんのよね。あ、マジで最高なんだけどマジでみっちゃんのさ友達が好きすぎてほんとやばい。ほんと友達思いすぎてしんどいわ。みっちゃんは友達に恵まれてる。あ、み、炎の男って書いてたんか。なんで書いてたっけな。なんかみっちゃんなんちゃらって書いてたよね。私いいね押せなかったっけどな。こういうの何でもいいね押すタイプの。あったあったあった。あ、炎の男みっちゃんだ。これ最高なんだけどこれがいいね。山王とスラムダンクとこれステッカーみっちゃん私二押しみっちゃんだからさ、まあ一押しはりょうちゃんなんだけどさ、二押しみっちゃんなんだよね。ごめんね麺食いで。みっちゃんはな本当にスタミナさえあればもっと最強なんだけどな。でも俺はもう絶対投げれねえ、もうそんな力ねえとか言いながらボール来たらスリーポイント決めちゃう。みっちゃんかっこいいマジ最高。もう鼻かゆすぎてちょっとマジでさごめんね、ほんともう鼻かゆすぎてさちょっとやばいんだよね。鼻水やばいし鼻やばいし。ぎょうちゃんに会うなら舞台とかしないのだ。舞台ついこの間終わったばっかだな私。そうかっこいいでしょね。え、いいよね、わかる、見て見て。あ、鼻が。ルカワくんは私ね、なんかねルカワくんって絶対モテ王道の線いってるけど、私ルカワくん全然刺さんなかったな、ごめんやけど。
ルカワくんあんま刺さんなかった。どっちかって言ったら王道的なかっこよさで言ったらまだ仙道さんの方が好きかも。あー、ほんと鼻かい。ちょっとマジでごめん。あー、鼻が。でも顔で言ったら私りょうちゃんよりねみっちゃんの方が好きだわ。顔はね、顔だったらみっちゃんのスポーツカット、ちゃんとロン毛、私ロン毛のみっちゃんあんま好きじゃないけど、ちゃんと髪切ったみっちゃんは本当にイケメンだった。顔はみっちゃんの方が好きだね、りょうちゃんより。スリーポイントでみっちゃんと緑魔のみたいな。スラダンと、スラダンと黒子のバスケ、確かに見たいね、見たいね。どっちが強いんだろうねあれね。そう、お話し会にぜひ遊びに来てください。ちょっと終わったけど6時受付、今日の12時までだったからな。仙道さんは人気あったんだ。やっぱり今かっこいいもんね。天上天下ゆいが独尊は無理だな、だって。すごい久しぶりに聞いたその言葉。お、仙道視野でだって。マジでもかっこいいよな仙道さん。わかる。魚住よろしく。魚住さんも好きやで。かっこいいよな魚住さん。いや、なんかそういうかっこよさで言ったらゴリも魚住さんもなんだろう、男って感じ、あの漢字の漢の男って感じですごく好きですよ。めちゃくちゃかっこいいなって思う。うん、お、え、水戸さん好きってこう2人続けて書いてる。私の周りにいないな推し。ワセリンのすごさ、あーなんかね、ここにワセリン塗ったらいいみたいな。でも私さメイクしてるからさ塗れないんだよね、ベットベトになっちゃう今。そう、あれすっぴん時とかだったらいいかもって思った。ありがとう教えてくれて。そう、ディフェンス、ディフェンス、あーね、え、なんかすごい詳しく書いてる。緑マンはエントランスラインから打ってるからさすがにみっちゃん負けるだって。あ、本当にみっちゃん、うん、みっちゃん花道。え、私今まであんまり主人公に刺さったことってないんですよ。なんだろう、こう推しができるにあたってあんまり主人公が自分の中でビビってくることなかったんだけど、スラムダンクに関しては主人公桜木花道ビビって来た。え、なんかかっこいい桜木花道マジで。なんか今までいろんなそうアニメ見てて、そんなに主人公がハマることってなかったの。これ主人公あるあるなんだけど、主人公ってさ意外にあんま人気ないじゃん、なんでか知んないんだけど、っていう何なんかそういうのがあるじゃん。だけどさ、なんかさ桜木花道はめっちゃかっこよかった。なんかいつの間にかめっちゃコメント流れてるんだけど、そう、アニメ30話まで見た。おお、まだまだ先は長いね。あ、水戸さんか、なんて言うのか分かった。なんだっけな、ヤンキーが好きなわけではないけど、ちょっとヤンキーが好きじゃないなあ、残念ながら申し訳ないけど。そう、桜木花道はかっこいい。何がどうこうって言われたらなんか
何なんだろうね。めっちゃかっこよい要因は桜木花道。個人的主人公であんまり刺さんないけど、うん、そうね、あんま刺さんないんだけど、そうね、そうって感じ。いやー、かゆい目が。そう、いやー、あ、そうだ、昨日そういえばブルーロック見ましたよ。私今19まで見た、3話4話分ぐらい見た、3話4話分ぐらい見たんですけど、20と21はまだ見てないけど、昨日見ましたよ。めっちゃかっこよかった。お風呂入りながらめっちゃ見てた、疲れながら。かっこよかった。あそこまで行きましたよ。ちぎ、あ、言っていい、これ見てないかな、見てたらごめんね。ちぎりが選ばれて、国神とレオが落ちちゃって、あれかっこよかったね。あいつ、あ、名前ど忘れしちゃった、あ、名前ど忘れしちゃったよ。カタカナ2文字なんとか、なんだっけ、バロー、バロー、バローが一回凡人だと気づくのがあそこだったんだね。私いつなんだろうって思ってたら、 あそこだったんだ。でもそれで相乗効果生まれてたからさ。でもさ、うちさ、ブルーロックはあんまり主人公好きじゃないんだよね。いや好きなんだけど、あんま主人公は好きじゃないか。やっぱ主人公が一番残酷なエゴイストだと思う。なんか二重人格なんじゃないかなって思っちゃう、あの主人公怖い。なんか見てて怖いんだよね、めっちゃ。あの主人公なんか知らんけど、なんか怖い、いいなって思っちゃくて。そう、そうなの。でもさ、今ちぎりと国神が落ちちゃったから、そう、え、でもこの後さ、国神がさ、第二形態が楽しみなんだよね。そう、あ、ちぎりちゃんが落ちてないわ、レオが落ちたんだよ。ちぎりが持っていかれたから。そう、レオがね。しかもさ、ナギがレオにさ言うさ、めっちゃ怖かったよね、あそこのシーン。なんだっけ、なんか選ばれる人間じゃなくて選ぶ人間になれよみたいな。マジでさ、本当にかわいそう、レオ。レオはさ、ナギのこと大好きなのにさ、ナギはさ、レオのこと本当になんか一つの一ピースまで、一ピースにしか思ってないのかなっていうか、なんか振り回され加減マジでやばいんだけど。天才っていう感じ、本当に。なんか怖いよね。全然サッカーしてマモシなのに、あそこまでの怪物って本当天才なんだなって、めちゃくちゃ思うね。ちなみに私まだあそこのあの上のさ、あれ行ってないんだよね。なんだっけ名前、ねなんちゃら、ねなんちゃら、あ、なんだっけ、あの今いるじゃん、あれと一緒に、あれと一緒に、忘れちゃった、あの弟くんね。ビジュアルはめっちゃ好きなんだけど、なんかナギはね、ビジュアルが一番好きなんだけど、でもナギ推しにはなんないかな私は。あ、そう、リン、愛しリン、そう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 、リンくんまだねそこまで行ってないけど、あのなんかね試合申し込んでたけど、なんかさ、いや私は今んとこあの姫かちぎりちゃんか姫か国神のどっちかだな今んとこね。自分が刺さるかっこいいって思うのは、国神なんてさ、負けた時さ、レオがこうやってなった時にさ、下向くなっつってさ、めっちゃかっこよくなかった、あの国神めっちゃかっこいいんだけど。そう、ビジュアルだとね、リンかナギが好きなんだけど、
ビジュアルはね、うん、でも今んとこぐっさりぐっさり結構ハマってんのは国神とあのちぎりちゃんが自分的に今んとこねこの2人だなって思って、まあ、でも今後もっと変わるかもしれないし、話が進むにつれてねもっと落ちていったりとかいろいろするじゃん、こうね省かれていっちゃう。でもさすごい怖いのがさ、ちぎりちゃんって足に爆弾抱えてんのよ。でもう一回壊れたらアウトだってさ自分でも言ってたじゃん。それで最初だってさ自分制御して全然やんなかったわけじゃん。今バチバチに使ってるし、今後もっと強いやつと戦ってもっとこうもっと競りにかけられた時にちぎりちゃんの足が持つのか、この先一回はちぎりちゃんもう一回足やっちゃうんじゃないかなって。私本誌じゃないから、なんか本誌見てないから、私はアニメしか見てないから、なんか自分的に思うのはなんか絶対ちぎりちゃんどっかで一回足壊れちゃいそうだなって思ってて、それがめっちゃ怖いんだよね自分の中で。だってもうなんか正直キワキワでやってるようなもんじゃんちぎりちゃんの足って。だから毎日ケアもちゃんとやってるっていうぐらいだからさ、なんか漫画的に面白さで言ったらもう一回足はなんかやっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってて、なんかありがちじゃんそういうのって。そう絶対さ漫画であるとさ大体そういうのってもう一回やっちゃうんだよ。でなんか足がもうダメだみたいな、なんかそういうのって視聴者からしたら絶対面白いし結構あるくだりじゃん。だからそれが怖いの私はちぎりちゃんの。もうやめてほしい泣いちゃう。あと国神の第二形態第二ビジュアルがすっごく楽しみにしてんのアニメで。そうね、あの今の優しい感じの国神のもう一つの国神がすごい楽しみしてるのと同時に、今の国神の方がいいなって思ってる。あれで最終回は今の国神で最終回は迎えてほしいなとは思ってるけど、でも分かんない、それは作者の先生次第そうなんだよね。でもこれからもっとキャラクター増えてくんのか、あ増えたりはしないのかな、どうなんだろうちょっと分かんないけど。あとまあ落ちた人たちの中にももっといっぱいねキャラクターいるからさ、あれおまけとかでよくさ出てくんじゃんね、ああいうのもあれで面白くて好き。いやーブルーロックな、エゴイストってあんなにいっぱいエゴイストって聞くの久しぶりなんだけど。だってさ私さあれなんだっけ、嵐の夜にはをさ披露した時さ、愛という名のエゴイストなんだっけ、誰にも求められないって歌ってたのよ。それ以来だよこんなエゴイストエゴイストエゴイストってめちゃくちゃさ名前聞いた、名前じゃないよ名所聞いたの。え、リンの兄も出てくんの？マジ？リンちゃんの、リンちゃんとか言ってた。リンくんのさ、お兄ちゃんのビジュアルも好きなんだよね。現役時代にレギュラー勝ち取ってすぐに、何これ？人体切ってバスケできなくなったんだって。すごい、そんななんかそんなわらな絵文字つけないでよ。そんな辛すぎじゃん。努力めっちゃしたのにさ。辛すぎ。異世界転生ものは見ますか？うわ私異世界転生てる、めっちゃ噛んだごめん。異世界転生もの見ないんだよね、見たことない。なんか私タイトルだけ知ってんのはなんかスライムになったみたいなやつ、なんだっけ、転生したらスライムになった剣みたいなやつとか有名だよね、名前しか知らないんだけど。なんか異世界転生ものは見てないんだ私全然、もうそっち系見たことなくてさ。そうなんだよね、あんま見たことない。なんだろう、なんかあれなんだ、あ坂本ですがめっちゃ面白かったですだって。でしょ、面白いっしょ。私より先行かれちゃった、うえーん私もまだ全然見てないんだけどね。そうだよね、有名だよね、めっちゃ私も名前だけ知ってる。そう、あんまり異世界転生ってなんだろうね、
めっちゃ天スラ面白いよ。だってマジ見たことないんだよね。あれ、ウマ娘見てよ。だってウマ娘、まあ、めっちゃ流行ってんじゃん。なんかさ、流行りすぎるとあんまり見ない傾向に あるんだよね、この私。なんかウマ娘一世風靡しすぎて。でもあの歌だけ知ってるよ、君の愛はだドキュンドキュンはだしみたいなやつでしょ。その歌はめっちゃ知ってる。もう歌番組とかでめちゃくちゃ聞いたもん。てかいろんなとこで流れてるし。なんかそう、てかあんまり私女の子いっぱい出てくるの全然見てないわ。なんかあんまりね、アニメのもの部類として女の子いっぱい出てくるの全然見ない。なんかだってさ、少年系とかさ、そういうさ戦闘系って女の子出てくるの少ないんだよね。やっぱり男の子の比率が圧倒的に多くて、ヒロインとか数人女の子みたいなのが多すぎて、結構あんまり女の子いっぱい出てるの見たことなくてさ、見てみたいなとかって思うんだけどさ、あんま見ないんだよな。リゼロ見たことない。めっちゃ名前だけ知ってるよ。エヴァ見たことある、エヴァ見たことあるよ。エヴァ見てたよ。うん、でも残念、エヴァの最終回見てないの。映画まだやばくない？見ろよって話なんだけど全然見てない。なんか楽しみすぎて全然一周回ってあの見てないんですよ。まだ少女漫画とかあんまりイメージないだって少女漫画とかイメージない？あー、その通り。あんまり少女漫画は高校生で終わったかなもう見てません、全然。本当に見てない。高校生までは見てたよ、結構少女漫画系。もう強いて言うならば、そうだね、なんだろう、実写化されて見てるとかかな。あんまりもう見てないけど、どっちかっていうと、そうそう、実写化よくされるじゃん、少女漫画って。映画でね、それでたまに見てたけど、あんまり見てないね、少女漫画。なんだろう、少女漫画、君に届け、僕らがいた、ナナ。少女漫画って何、そもそも少女漫画の部類が分かんない。あ、オーラン高校ホスト部とか少女漫画って、あ、クラナド、フルバス、あ、フルバスも見てたよ。ちはやふるは見てない。キングダムは見てる。五等分の花嫁は見てない。うん、あとなんだろう、あとなんだろうな、うん、少女漫画系か。少女漫画系なんだろう。うわ、ハチクロ見てないな。あとあれとか、なんだっけ、あのアニメ見て、あれ見てた、俺物語、あとなんだっけ、狼少女とクロウジ、あとひよこい、この辺知ってるかな、少女漫画。コナンくん最近見てる。わ、最近のコナンくん見てない。昔のコナンくんまた見てるもう昔のコナンくん見すぎて犯人わかるんだけど見てる。最近のやつは見てない。あ、怪獣8号見てる。めっちゃおもろいよねあれね。古いのが多いな。まあ世代ですからね、申し訳ない。もうだって世代だもん。私の高校生の時はそういうのが流行ってたからさ。ちょっとね、今の知らんわ。今の見てないもん全然。世代が世代すぎて申し訳ない。あ、でもあれ、漫画途中まで見てる。アスカの実写あって、アスカの漫画読み始めたんだよね。途中までしか見てないけど。そう、あ、何、少女漫画ってマジ何、地獄少女とか少女漫画、地獄少女とか、あと学校の怪談とか怪談レストランとか、ヌーベー、地獄先生ヌーベーとか。あ、全然少女漫画じゃないか、あれ。なんだ、少女漫画ってなんだ、まずそもそもに少女漫画がわからん。なんだろう、あ、ローゼンメイデンとか大好きだったわ。花より男子とか、わ、花男ね、実写も見てないんだよね。全然見れない、わかんないや。なんだろう、少女漫画、花盛りの君たちとか、えとか、
なんだ？でもそんなもんどう？どう？そこんな感じかな。ローゼンメイデン懐かしい？好き？ローゼンメイデン大好き。いいよね、シンクツンデレだけど可愛い。シンクの衣装大好き。可愛くない？めっちゃ。そうそう大好き。あとローゼンメイデンのあの歌好き。なんだっけ、あの歌が好き。オープニングか演技か忘れたけど、金の鎖加えて、あ違うわ、それはあの間違えた、これは間違えました。コードギアスでした。違う、あなんだっけな、あのオープニングのね、あちょっと出てこない、ローゼンメイデンの歌、あちょっと出てこないけど、まあいいや、好きですね。歌なんか全然出てこないんだけど、あのめちゃくちゃ好きです。ローゼンメイデン見てたんだ、私小学生の時見てた、 DVD 借りてた。懐かしいね。スパファム面白いね、大好き。アーニャいるよ、ここに、ほらここ。水銀灯が好きだった。水銀灯ね、いや水銀灯はシンプルに最初のローゼンメイデン一期のやつかな、なんかと思ったんだけど、結局もう水銀灯なんてかわいそうなドールだったんですよ。ジャンクなんだっけ、ジャンクだっけ、あの出来損ないの人形。私はジャンクなんかじゃないって言ってさ、そうめっちゃ辛かった。でもその水銀灯を倒した後のシンクもすごく辛そうで、めちゃくちゃあれだったね。うん、そうそうそう、あみんなよく知ってんね。そうだね、まあ、でもその少女漫画がマジで全然、あの少女漫画は本当に申し訳ないけどびっくりするぐらいあんまり見ないかな。すいません。圧倒的に少年系の漫画っていうか漫画アニメ見てることの方が9割型なんだよね。最近は何にも見てないから本当申し訳ない、ごめんね。少女のかけらもなくて申し訳ないけど、だから一番すごく苦手なの、なんかよく萌えゼリフとかそういう妄想を膨らませてみたいなやつがすごい苦手なんだよ。少女漫画をあのよもう高校生で止まっちゃってるから、その妄想を膨らませて萌えゼリフうんにゃらかんにゃらがめっちゃ苦手。そんなのもう本当に全然見ない中で続いたんですよ。だあ、でも読んでたよ、あの中小中小中まではチャオと仲良しとリボンも見てたですよ。だってほらめちゃモテ委員長とかしてたもん。キラリンレボリューションとかも大好きだったよ。スケートダンス、スケートダンス大好き。あのアニメ見てました、スケダン。あの私大好きですよ、あれかっこ悪い I love you、 カラオケで絶対歌うお箱18番ですね。めちゃくちゃ好きです、よく歌ってます。私よく歌ってるよね、あれ大好きなの、あの歌。そう、私が一番好きなのはブリーチで大丈夫ですよね。うん、そう、一番好きなのはそうだね。そう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 、いいよね。お邪魔女ドレミちゃんとか、あーね、ピチピチピッチとかさ、ミューミューミューだったっけとか、二人はプリキュアとか、あの辺だね。じゃあなんなんなんなたたたたたたるたるるたた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 ロザリオンとかヴァンパイアは知らないね、わかんないや。うん、そう、あーセーラームーンね、なんかセーラームーンって色褪せない人気だよね。ずっと世代じゃないんだけど、なんだろう、なんか絶対的な、なんだろう、支持率がありますよね。うん、そうね、少女漫画とか全然わかんない。あ、アオハライドわ、アオハライドアニメ見てたよ。あ、見てたアニメ、実写も見たけど映画もアニメ見てました。アオハルはね見てましたよ。そうね、ああとパラキスとか、あれ少女漫画？わかんないけど、
あれも実写も良かったし、アニメも好きでした。実写はハッピーエンドなんだけど、アニメはハッピーエンドじゃないですからね。ある意味ハッピーエンドなんだけど、なんちゃらかんちゃらですね。そうですね、でもこんなもんかな、なんだかんだ言って。ちょっと少ないよね。パラキスはねいいよね。てか絵が好きなんだよね、シンプルに。そう、おしゃれだから、大好きでよく見てた。そうなんです。そんな感じと、みんなが見てていいなと同じありましたか？アニメイト行ったことある？あるよ、アニメイト行ったことある。あ、高松のは行ったことない。そう、 AKB メンバーでセーラームーン、乃木坂さんか誰かやってたよね、セーラームーンね。まっすぐ誕生日ですね。だってそう、24になっちゃうのやだよね。ご近所物語も好きだって。わかんないわ。あれなら好きだよ。なんだっけな、あれ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 、あー出てこないわ。なんだっけ、ベビーシッター部だっけ、ベビーシッター部、小太郎が出てくるやつ。もうめっちゃ可愛い、小太郎。もうさ、ブラコンぶりがやばいんだよね、お兄ちゃんの。お兄ちゃんのブラコンぶりがすごくて、もうめっちゃ可愛いのよ。なんだっけ、ベビーシッター部だったっけな、タイトル忘れちゃった。あれめちゃくちゃ面白い。あれ少女漫画か知らんけど、あれめちゃくちゃおもろいよね。知ってる人多そう。でもそう、そう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 、ご近所物語でパラキス、あ一緒なんだ。見たことないな。ゆいなちゃん、鋼の錬金術師わかる？だってわかるよ、私見てたよ、アニメ見てた見てた。あ、今りんちゃんがさ、ほら大阪公演やってるよね。たださ、東京公演の時さ、うちらの結構リハ期間と鈍化ぶりしてそうな気もするんだけどさ、りんちゃんの見に行きたいんだよね、舞台。私鋼の錬金術師大好きなの。だから舞台 2.5 次元見に行きたくて。そうなの、めっちゃ見に行きたいんだなって思ってるんだけど、行けたらいいなってすごい願ってる。だってさ、りんちゃんがその決まった時点でさ、私ずっと行きたいって言ってたじゃん。そう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 、だからめっちゃ行きたいんだけど、どうだろうって感じ。そうなんだよね。あ、うちさ、あれ好きだよ、少女漫画の。なんかね、タイトル忘れちゃった。ちょっと待ってね、今調べてあげる。あ、これだ、あっくんと彼女っていう。1話めっちゃ短いんだけど、めっちゃあっくんっていう、もうツン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 デレな男の子と、めっちゃホワホワした女の子のお話なんだけど、あっくんと彼女ってやつのアニメ、私見てたんだけど、短いかな、なんかね、すごい。でも1話もんが多分短いんだよね、結構。そんな長くない、30分とかない。1話短いはず、忘れちゃった。でも短かったはず。めっちゃおもろいの、よかったら見てみて。超おもろいから、ね、一緒に見れる。そう、めっちゃツンツン彼氏なのよ。そう、あっくんっていう男の子と、めっちゃね、おもろい。そう、それ少女漫画だわ。そう、そんな感じかな。どう？あった？みんな、私と大好きなものの共通点あったかな。あったって思ってもらえたら嬉しいんですけど。骸骨商店員本田さんだって。聞いたことないな。でも短編って短くて面白いよね。そうね、あんまりね。そうなの、少女漫画でちょっとあんまり合わないかもしれないよ、みんなと。ごめんね、私あんまり見ないんだよな、少女漫画。ほんとごめんなさい、すいません。でも少女なんですよ、こう見えても。女の子だからね。いやでもちょっとあんまり見ないんだよな、戦闘がね、バトルもの大好きもんだから、すいませんでもね、好きですよ、少女漫画も好き。ただね、少女漫画はね、情報が入んないから全然見ないんだよ。情報が入れば見るんだけど、マジで情報入んなすぎて
あれなんで、あ、でも本当にあそれこそあれとか好きですよ、地獄少女とかね見てましたね。人を呪わば穴二つって言ってね、一遍死んでみるって言って、もうめちゃくちゃ好きだった、小学生の時めっちゃ見てた。なんだっけ、あれ仲良しだったっけな、どこでやってたんだっけ連載、あれちょっと見てたし、もう DVD めっちゃ借りて見てました、大好きのね。愛ちゃんの過去が本当に辛すぎてめっちゃ涙出たし、シンプルに若干トラウマだった。そう少女漫画とやっぱり北斗の拳、全然少女漫画じゃない気分がするんだけど、あれ少女漫画の部類なの？あ、そうなんだ、ユリアが主人公なの？じゃあ、へえ、そうなんだ、全然わかんないよ、ごめんね。ネットフリじゃない、アマプラ。そうそうなの、マジで私ほんと、あ、でもなんかみんな私が好きそうって思ったけど、もう王道行けばいい、もう超売れてて超有名なやつが好きなので、もうなんかそう思ってくれたらいいかもしんないです。基本私アニメで見てることが多いから、アニメになるってことは原作がすっごい売れてすごい人気だからアニメになってるってわけで、ということなので、結局それで話題になるじゃん、でだからそれで私は好きなの、だからもう大体そんな感じ、そう思ってもらえたら嬉しいです。そうっていう感じです。そうそうそう、だからもしよかったらアニメとか、あ、かぐや様は告らせたいね、うん、見たことない、実写も見たことないアニメも見たことない、なんかただなんか見れるってなってたけど、ちょっとあんま別にそうね、だからまあそんな感じ。ユリナもユリナちゃんの綺麗さには負ける、いやー北斗の拳のユリアには勝てないわ、アラビ人だからね、かゆい顔マジで。アニメね、ブリーチがおすすめですよやっぱりブリーチがおすすめです。謎解きはディナーの後でのドラマは好き、あー見てたドラマめっちゃもろかったよね、北川景子さんがとりあえず綺麗。そうお腹痛くて背面症が解けられたけどめちゃくちゃ元気出た、お腹大丈夫、お腹大丈夫それこんなくだらんくだらん話で元気出たならよかった最初からブリーチ見たらどれぐらいかかるかな、いやーどれぐらい、でもブリーチの話数って何話あったっけな、わかんないや、でもそんなにねかかるそんなにねかかるめっちゃ時間かかるでも自分も見たいなって思って、だって自分がブリーチ見てたの小学生だよ、小学6年生とかだよ、めっちゃ昔だもん、やばいよ本当に。そう、だって小学生だね、まあでも10年間連載アミニメ止まったってもあるけど、でも小学生よ、小学生やばくない、もう一回見たいんだよね、でもすっごいわかるその気持ち、千年決戦編やってんじゃん、もう一回見たいよね、めっちゃわかる、だってさもう一回改めてさ、てか全部見た後にもう一回見たいんだよね、なんでかって言ったら、なんかその伏線っていうの、そういうことを伏線っていうのかわかんないけど、なんか伏線だったりとか、なんかこうだから、あ、これはこういう名前なんだとか、なんかそういうのがさあるじゃん、それがね、それをさ知った上で見るのもまた楽しいじゃないですか。私ブリーチは結局ね、全てがね明確になって終わってないのよ、なんならなんかこの残白刀の能力が若干分かんなかったり、結局これはこういうことで合ってるんでしょうかみたいな、
明確に記されてなくてファンの人も考察で多分こうで合ってるんじゃないかみたいなっていうの結構多くて、なんかそれを見るのも好きなの私。そのファンの人たちが言ってるそれを見るのも好きだし、なんかやっぱ改めてその先生のさ、久保先生の伏線を見た理解した上での見るのとかも結構やっぱり楽しいなとかって思っちゃったりとかしちゃってみたいなって思うけども、すんごい月日かかるし、それやったらマジでコンサートの何だろう、これからコンサートの振り入れとかあるんだけど絶対何も覚えられなくなっちゃう、シンプルに寝不足になりそうな予感がして、マジでそうはならないように気をつけてます。あ、そうだね、なんかその明かされてない部分とか、そのファンの人が先生に質問して先生が答えてくれてるやつも結構ありますね。うんうんうん、そう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 、ありますね結構ね。いやでも私小説になってるやつとかもアニメ化してほしいんだけど、めっちゃおもろいんだけど、あれなんでアニメ化してくれんのんだろうね、強化水月ね。っていうか、まあ、久保先生はちょっとおしゃれだからね、もう久保先生イコールポエムのイメージしかないんだけど、マジでおしゃれだよね。なんかなんだっけ、なんかなんだっけ、何語だんだった、何語なんだっけな、あれなんだっけ、何語だっけな、ドイツ語スペイン語みたいなんだよね。そう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 、ねえ、おしゃれだよね。マジで久保先生おしゃれ。ねえ、おしゃれだよね、本当に。わかる。うわ、軽音見てんだ。私、軽音見たことないの。めっちゃ有名だったじゃん。それこそ私さ、レセでさ、Don't Say Rage だっけ？私、ベースやったけどさ、軽音はマジで通ってない。てか、そういう系マジで通ってないんだよね。ほんと申し訳ない。なんかそっち系が全然わかんないんだよな。アランカルがスペイン語でクインシーがドイツ語。あ、そうそうそう、え、めっちゃすごくない？でさ、ちょっと今まださそこまで言ってないから言えないけどさ、マジでさ、いや、すげーってなったよ、マジで。先生、ワンピースの小田先生の家もおしゃれだよ。だって、あ、おしゃれ、なんだっけ、なんかさ、滝がなんだっけ、口から水出てるよね、温泉みたいな、めっちゃ豪華な豪華なお家だよね。慶応のベースの古典展に出る。だって、あ、本当に嬉しい。ねえ、大泣きして友達に行かれたの。でも泣いちゃうよね、わかる。そうそうそう、ねえ、めっちゃ面白いね。あ、でもそれこそめちゃくちゃ大人気で、結局ね、かすりしかしなかったのはドラゴンボールだな。私ドラゴンボールアニマックスでずっと小学生の時見てたんですけど、でも結局ね、そのね、見てたけどかすりしか見てないから、あんだけ大人気なのにかすりしかしてないのはドラゴンボールかも。あんな大人気なのに、私その小学生の時に見てたので止まってるからね。そうなの、アニマックスで見てた。アニマックスだっけ、キッズステーションか忘れちゃったけど、止まっちゃったんでるよね。だから昔のは見てるんだけど、最新のやつは全くわからん。だから子供がいっぱいできてるあたりはもうマジでわからん、ついていけん。うん、そうね。そう、
って感じだね。なんかそんな感じだわ。なんだろうね。見てる人が少なそう。幽遊白書、うわー幽遊白書見てないんだよね。めっちゃ有名だよね。でも知ってる、名前は知ってる。ハンターハンター、あ、私ハンターハンターも途中までだ。あれだ、ネリエルだっけ、あれの話までしか知らん。ゴンがもう光らんパチで止まってんだけど、うち あとあれも見たことある、将棋、囲碁だっけ、あれライオン、3月のライオンみたいなやつもアニメ見たよ。犬夜叉の推しキャラは桔梗、家庭教ヒットマンリボンは見てたよ昔、小学生の頃見てた、懐かしい。もう全く覚えてないわ。でも小学生の頃見てたよ、家庭教ヒットマンリボン、おもろかったね。なんだっけ、ツナみたいな、ツナみたいな、鼻が詰まってる可愛かったね。一回なんだっけ、一回死んでみろみたいな、バーン。あ、将棋か、ライオンのやつは。そう、あれも見たよ、アニメ。懐かしいんだけど、カレーガヒットマリボンとか夏いね、見てたよ、見てた見てた。うわ、フェアリーテールも私途中で止まってる。フェアリーテール中学生の時までずっと見てて、中学生の途中で一回アニメ終わったので、次のクールが始まる時に見逃して、そっから止まってます。フェアリーテールはそうですね、途中で止まっちゃってるね、フェアリーテールに関しては。そうだね、なんだろう、みんなが意外に見てそうな感じとかのやつ。なんだろう、あ、でもなんか昔やっててリニューアルとかだったら、ドロロ1900何年代に一回アニメやってて、で2000年代ぐらいにリニューアルして、めっちゃ綺麗な絵になってるドロロなら見た。リニューアルされてる方のドロロだったら見たよ。ドロロ知ってる、みんなおもろいよあれ。なんか鬼かなに全部奪われて、もう目も見えない、耳も聞かない、手足もなくて、人形師の人が作ってくれて、あのいろいろ敵を、敵っていうんだかな、を魔物を倒していって体を取り戻していくんだけど、ドロロめっちゃおもろかった。そう、あれは面白かったな、アニメ。で昔の漫画なんだって。そう、リメイクのやつしか私はちょっと知らないんだけど、あれも面白かったですね。あれおもろい。で古い版は知らないです。でも新しい方だけ知ってますね。ドロロ、あ、そう、百鬼丸、そうそうそう。なんだろうな、あとなんだろう、あ、でも最近とか、あ、昔はモノクロだった気がする。そう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 、あ、デスノートも私アニメ見たことある。アニメも実写も見たことある。そう、なんだ、あ、妖怪人間ベム、ドラマしか見たことないな、あれは。ドラマは見てた。1967年、フル、私生まれてもないし、なんならこの世の生物だったかどうかも怪しいわ。そっか、あとなんだろう、最近とか結構有名な、あ、あれはなんだっけ、どんてんに笑うだっけ、あれも面白かったな。どんてんに笑うだっけのタイトル、あれも面白かったわ。
暗殺教室は見たことあるよ。暗殺教室はアニメも見たし、実写あ映画か、あれ映画も見ましたよ。どっちも見てます。ジャングルの王者ターちゃんは知らない、知らないな。それはそうだね、でもそれぐらいかもな言うて。もう8時15分だ。よし、そろそろ終了にしよう。もうアニメの話しかしてない、マジでごめん。なんかもうコメントに答えてひたすらアニメの話してたわ、すいません。私もそろそろご飯を食べようかな。いやー申し訳ない。でもこれでみんなの結構なんだろう、私が見てきたアニメで皆さんが見てきた見てたアニメとか共通点が見つかったらいいなって思いました。見つかってたなら良かったなと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終了です。ランキング13位、わあ韓国語が読めない、なんて書いてるんだ、誰か訳してくれ、これはなんて読むんだ、誰か13位の人を訳してほしい、名前が読めないよね。あ、シュガーです、だって、あ、シュガーさん、韓国語はこう書くんですね。いつもカタカナしか知らなかったわ。13位シュガーさん、12位ヨシオンさん、11位シンドさん、10位マボロシさん、9位ジェリーさん、8位 YK さん、映画コナン君最新作楽しみすぎて夜しか眠れませんだって夜寝てるやないかい。え、でもわかる、めっちゃ楽しみ。え、ちゃうねん、今度のコナンくんはなんと愛ちゃんが、愛ちゃんが、もう私愛ちゃん大好き、愛ちゃんが、私ね愛ちゃんコナンくん派なんですよ。蘭姉ちゃん新一派の人には申し訳ないけど、蘭、あ、ちょっと間違えた、愛ちゃんコナンくん派なんだね。もうそれにとってはもう最高の、超楽しみにしてんの。あー見に行きたいな映画。7位近いしーさん、6位岡山さん、5位秋彦さん、4位沢政さん、3位ワイワイさん、そして2位がハギハギさん、そして今日の第1位はヤングさん、タン推しです。今度は嘘じゃないっすだってありがとうございます。はい、そしてね、今日事務所にプレゼントとお手紙を受け取りに行くことができました。開封の儀できたので、全部読みましたし、見ました、ありがとうございます。素敵なお誕生日プレゼント、すごい嬉しかったです、ありがとうございます。もうちょっとで24歳になっちゃうけど、まあ皆さん24歳になっても好きでいてくださいね、よろしくお願いします。てなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。